か電車の音しますね。あ、本当だ、ぴったり。はい、ということでこちら、はい、板部駅にやってきました、はい、読めないんだよね、ここ、うん、漢字で書かれると、漢字でやね、どこに書いてあるかな、うん、看板あるかな、こっちにありそうかな、あ、こっちかな、あれ、ない、ありました、この感じで板部だそうです。ちょっと読めませんよね、かわいいですね、いいですね、向こうにね神社があるんですね、駅の音はないです、はい、どこだ、あら、あー、そこか、成功しました、では、ちょっと弱っちゃったから大丈夫かな、大丈夫じゃないかな、大丈夫か、もう入るんじゃないよ、他にはいないかな、あ、ハエがいますね、ハエは、はい、こちらですね、ちょっと有名なものがありますので行ってきたいと思います。なんとあの先にある白いもの、お手洗いなんですね、このような空間になっております。あ、また蝶々がいるんでね、ちょっと助けてきますね、なるべく一駅でね、一枚ずつくらい写真撮りたいなと思ってるんですけど、なかなかですね、難しいですね、いろいろ動かせないですからね、あ、これがいいですね、よし、
次、上総大久保駅にやってきました。うまいっすね。ベテランだね、これ。カドちゃん。あ、今違うの？全然違う、ディッシュ。あれ？うまいっすね。だろ？今日できないですね。あれ？スランプでしょうか？中野駅に来てみました。ようやくありましたね、はい。猫姫ですって。ところでどこおじいちゃんがいるかな。なんかかわいい、なんか狐かな、猫かな。います、あちらに。おじいちゃんコート着てますね。あれ、コートマン初めてかも。レア。マント、あ、マントですね。トンビとか二重回しでしょうか、おじいちゃん。お、知ってますね、加藤さん。知ってますよ。やったー。これ令和3年の2月8日とかですかね。3月28日じゃないですか ね。でもこのノート、あの上に書いてあるね。あー、そっか、あ、くっか。あ、え、じゃあほやほやじゃないですか。そうなんですよ、割と。得しちゃいましたね。すれ違ってたんだ、おじいちゃんと。すれ違ってはいないけどね。これはちょっと可愛いですね。キロハさん。あれ、私。あ、可愛いけど、ね、すごい。うちの電車のホーム丁寧に。ね、上手。もうトレースしたみたいな。細かいですね。あら。かわいい。素晴らしい。ちょっとスマホでも撮りましょう。うん、かわいい。はい、私キロハさんツイッターフォローされたりしてた気がするかも。じゃあ連絡してみたら。ね、来ましたってね。ちょっとじゃあ写真撮りましょう。つげさんテイストですね。やはりファンの方来るんですかね。
はい、よし。じゃあ行きますね。